へそれぞれの進塁だけです。ボールは 3-1 と渡りました。ランナー三塁に只野、そして二塁には糸井がいます。打席は4番の中田。第一打席はライトへのファールフライでした。低めに決まっています。ワンストライク。次が5番稲葉。4番とはいえここまではここまでの成績を考えれば須田にとってはやはりこの中田で切っておきたいところです。ワンエンドワン。この回は不運な内野安打もありました。そしてそれ以外に2本のヒット合わせて3本のヒットがあります。金子誠の犠牲フライで1点を奪ったファイターズ。なお2アウトでランナー2塁3塁。塁線は左に切れています。これでワンボールツーストライク。ピッチャーの須田が中田を追い込んでいます。強振していった中田。横浜スタジアムは3回の表ファイターズの攻撃。今非常に長い攻撃になっています。鶴岡のヒットから始まって只野の送りバントが内野安打になりました。糸井がヒットで続いてチャンスを広げて金子誠の犠牲フライ。田中健介倒れましたが進塁打。2アウトランナー2塁3塁。中田のカウント1ボール2ストライク。外に1球外しました。これでカウントは 2-2 です。ファイターズはチャンスが続いています。変化球強振しましたがファールボール。ストライク。次の投球は6球目になります。序盤の大きな山場です。低めの球ファールボール。低め低め丁寧についていっている須田幸太。しかし中田もついてきます。から金子誠の犠牲フライで1点を取っているファイターズです。ツーアウト2塁3塁。中田に対する7球目。レフトに上がった大きい当たりだ。しかしラミレスどうだ。見上げたホームラン。
中田の今シーズン第7号はスリーランホームランになりました。高々と上がった打球、無風の横浜の夜空に舞い上がりました。レフトスタンドに打球が舞い打ちました。ファイターズ大きな大きな3点を追加しました。4対0です。高く上がった打球でした。今シーズン初登板の須田航太、この回は痛い痛い4失点。